サッカー囲碁集チャンネルへようこそ。このチャンネルでは自身も選手として活躍していた名古屋 FC の監督、田崎さんと一緒にサッカーの有識者のインタビューをしていく番組となっております。ということでですね、今回のゲストも前回に引き続き、沖縄学園のサッカー部監督を務めていらっしゃいます、清水俊之さんをお招きしております。ということで、清水さん、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。何年ぶりかな、はい3、4年ぶりですね。ちょっと顔もだいぶ焼けてきたね。そうですね。っていう感じがするね、夏前の。はい。でも黒光りしてるよ、おでこ。まあ、この間、前回も聞いたけど、コロナの件でね、やっとこう練習試合もできるようになったし、つって、はい。大変なくなっちゃったから。いまいち盛り上がってないと思うけども、はい、高校サッカー選手権は絶対やるんだよな。まあ絶対とは言えないですけど、7月の来週会議があって、そこで、はい、まあまあいろんな地域格差もあるし、ね、ちょっと臨機応変に対応できる体制とかね、準備していかなくちゃいけないね。国体が僕今年監督だったんですよ。あ、そうなん。はい。けどもうやらないから。鹿児島国体なくなった。ね、昨日、新聞で延期ってなってましたね。あ、そうなの。はい。今回の監督だったの。監督なんですよ。だから宮崎の少年で初めて一敗もしない監督になりました。そういうことね。はい。そうかそう。じゃあちょっとそれも後でちょっと聞こう。今日のちょっとテーマ、佐々木君。今回の動画のテーマ。ね、日南学園高校サッカー部の練習は何を意識している？何を意識してるって、テーマが毎回あるんだけども、テーマ通りに行ったためしかない尾崎のエゴイストチャンネルらしいんで、はい、でもちょっとさっきの話、国体の監督っていうことは本来であれば、そのなんか九州大会とかってあったよね、あれ。それも沖縄でやるはずだったんですよ。あらもう。はい。ほいで。あれ九州で何件かが少年で出てくんだよね。全部の本当は8分の4なんですけど、鹿児島が今年会場なんで7分の3ですね。あ、そういうことか。はい、開催権は出られるから。はい、そうするとその国体の監督が今年はもう延期か中止か、まだ延期にはなってるけれども、はい、持ち越しで来年やるんだろう、どうせダメで。まあそれは今年の戦績を技術委員会がどう判断するかですね。だって戦績いったって結構出ないわけだし、さっきみたいに一回もしない。はい。それじゃあつまんないじゃん。持ち越してやらさせてもらえないよ。経験だよ、経験。そうですね。また選手がどうなるかが、東京オリンピックみたいに一つ上まで出れんのか。あ、そうか。あ、そうか。はい、だから今年に関しては、2年連続宮崎県が落としてたんで。あ、そうなの。もう11月から早生まれの選手だけ集めて合宿してたんですよ。なるほど。で30何名集まった中から20名ピックアップして、で今の高校1年生年代とゲームしたりしてたら圧倒的に強くて、あ、そう。はい、で強豪校でレギュラーになってる早生まれがいっぱいいたから。あ、そうなんだ。はい、そういうのは楽しみだよ。だったらそういう会議でオリンピックと一緒に一つ上まで OK にしましょうって。そうですね。でもそうすると今の中3が今度潰れちゃうような気がする。あ、そういうことな。まあこっちよければあっちがダメっていうね、難しい問題だね、やっぱ。でもね、国体っていうのはね、僕もね学生時代ね、高校の時に2年生と3年生の時、愛知県の代表ってアンダー18ですもんね。アンダー18だけども、はい、ある意味そういうことでいくと選手にとっても監督さんにとってもめっちゃいい経験になるよ。そうですね。だから3世代ぐらい入れると思うんですよ。早生まれと今の1年生と中3と。だから、例えば5人ずつとか、なんか来年度の特別ルールとかあったりすると面白いかもしれない、ね。それはそれで新たな発見になるかもしれないから、そういう提案もした方がいいと思うよ。絶対にこうやった方がいいよ。はい、頑張ります。いや、今日のテーマは日南学園高校サッカー部の練習は何を意識してるっていうんで、その確かに意識なんでね、その、はい、物理的なトレーニングは何やったって僕はサッカーのトレーニングになると。この意識っていうところは、うん、あ、最初ここのテーマだけやるか。はい、うん、前回話した時に 6,7 年前からこうちょっと大変換があってっていうところで、まあ、それ以来選手たちにサッカー好きでうちの学校集まってくれた子たちなんで、うん、よりサッカーを好きにして卒業させるっていうのを、うん、もう一番の目標にしてるんですよ。だからまあそれまでは何が何でも勝つとか全国行くぞっていうことがメインだったんですけど、今は90何人いる部員にサッカーみんな好きで来てるからよりサッカー好きにして出すっていうことを一番にしてるので、まあ、例えば練習であれば昼までに今日の練習メニューって全部作って、で毎日1時間半の練習なんですけど、それをもうチームのリーダーに渡して、でそれをリーダーには説明しといたものを今日の練習のテーマとか、どういう目的でやるっていうのを生徒同士で話させて、でグラウンド行くともうビットとかがトレーニングゲームとかって準備が全部できてるような状態にして、でみんなが同じ練習を今3つに分けてるんで3グループで同じ練習をみんな同じ時間にやるっていうことでやっていて、でその3グループも練習メニューとかちょっとしたパフォーマンスの違いで毎日こう変わるので、まあ、俗に言う A チームが30人グラウンドを使ってその後 B と C がとかってそういう練習ではないですね。なるほどね、はい、まああれだよな、楽しいっていう部分を、まあ、ご存知のように尾崎さんも中学を20数年やってきて、いろんな高校に、武者修行に行かせて、で大学でまた10年やっててって、うん、その楽しさをこう追求したり真面目さを追求していくとね、それぞれの個人差がいっぱい出てくるんよね、はい、そこにね最近戸惑いを感じてるのね。うわ、はい、楽しいっていう楽しさってそれぞれ違うじゃない、はい、こう自分が苦しんでで追求してなんか勝ち得たものが楽しいっていうやつもいれば、はい、ただ単純にそのボールを蹴って入った入れられなかったっていうところに楽しさを求めるやつがいるから、はい、そこをコントロールしてくるのって指導者難しいよ。その楽しさの基準が、うん、うちのチームの場合はどういうサッカーするかっていうような時に、まあ、相手の状況に合わせて変えられるっていうのを話したと思うんですけど、うんうん、結局選手一人一人が個人戦術と、うん、グループ戦術まではこうしっかり理解できるようにしてあげて、例えば相手の右サイドが今日速いから、うん、そこをどういうふうに変えようかってこう試合の中ではバランスよく入れても、うん、例えば右サイドを消すために自分たちで工夫して、うん、2人なのを3人にしましたとか、うん、まあ、そうやってこうチーム戦術までが自分たちで戦術を立てる中で変えられるっていうような形で、そういう工夫してサッカーをできるっていうところが楽しいっていうふうに定義してるので、まあ確かにその定義がないといろんな方向に行っちゃうから、その定義はやっぱり確かに納得だね、はい、うん、そうですね、これ楽しさ求めると非常にいいかもしれない。はい、で最終的には僕が監督で彼らのサッカー人生が終わるわけではないので、うん、このあとじゃあ大学行ったら、うん、もうとにかくフィジカル重視でやれっていう監督のもとへ行くのか、うん、パスサッカーしろっていうのか、うん、いろんな監督がいると思うし、プロに行っても上位チームが王様のサッカーするとか、下のリーグに落ちないように必死に守れっていう、まあ、いろんな監督がいた時もそこに、うん、グループ戦術まで理解すれば順応できると思うんですよ、うんうん、そこに楽しさを見つけてほしいなっていうのが楽しさの基準にありますね。なるほどね、まあ清水君らしいその真面目な考え方だよね。前回 6,7 年前にちょっとターニングポイントあるって言ったでしょ、はい、それでもベースやっぱ変わってないんだよ。うーん、真面目な清水やっぱ子供に主眼を置き始めとるのは全然大人になってきた証拠でもあるし、やっぱ子供をリスペクト、選手をリスペクトっていうね、僕らの世界はやっぱプレイヤーズファーストっていう考え方に今行き着いてるけども、ね、その手法がそれぞれ昔と今とは若干変わってきたけれども、今の考え方は非常に僕も納得できるな。ただ本当さっき言ったように真面目な基準も違うし、楽しい基準も違うし、苦しい基準もみんなそれぞれ違うから、そこのフェンスをこういかにこう理解し合うか、合わせてあげられるかっていうところに難しさはあるよ。そうですね。はい、だからどんなトレーニングしたってためになるかためにならんかって言って本人の気の持ちようだけなんで、そこに楽しさ、これも苦しいんだけどもこれを楽しさに変えようよみたいな、そんなような話が最近多いのね。そうですね。まあ、あとはその教育界全体の悩みでもあるんですけど、まあ、昔と違って体罰とか小学校中学校から一切ないわけじゃないですか。だからちょっと言い方悪いかもしれないですけど、その自閉症スペクトラムとかそういう先天的な脳の障害というか、そういうような子も今普通学級で6人に1人とかの割合でいるらしいんですよ。でそういう子たちも例えば90人部員がいたら割合で言うと15人ぐらいはそういうグレーな状況があるわけじゃないですか。だから、まあ、昔みたいに横一線で用意ドンして遅いからダメとかって言ってもそれぞれ個性が違うので、その辺の本当一人一人に目を届かせてっていうような時代になってきてるのかなと。まあやっぱりさ、学校教育っていうくくりがあるし、我々のようなこう小中高大学も含めて僕は育成年代だと思うし、プロじゃないんでね、だから今みたいなそういう、まあ、バックボーンというかそういうことも含めての指導者なんで僕らは、まあ高校の監督さんには僕はね頭下がるよ。学校生徒一般生徒も面倒を見て、なおかつ好きとはいえどもサッカーの指導もし、まあ清水君なんかの本当頭下がるよ。本当。いや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 。だって関東から田舎だよ。田舎って言ったら宮崎の人に怒られるね。のんびりのこうそう。でも宮崎はやっぱりいいよね。ゆったりしてて。そうですね。まあ、いいところと悪いところがあるのも、まあ、千葉に住んでたから分かるところですよね。いやだけど千葉に住んでたらもうそっちも長いじゃん。もう下手すると半分半分を。まだ千葉の方が長いですね。まだ千葉の方が長いか。あだけどあとほんと一つの壁を破ったら面白いことになるだろうな。それは陰ながら応援してるから。はい頑張ります。陰ながらだよ。はい。でも本当前回もちらっと出たけどもさ、宮崎県の図式が変わるじゃない、絶対に。日清県、日大、宮崎、王将もやっぱり伝統校だし、でそこに虎視眈々と狙ってるもともとの老舗の高校も公立もあるし、じゃあ今年1年は皆さんこう手探り状態のさ、コロナも含めて手探り状態だし、そうすると来年、まあ、コロナが本当どうなるかわからんけども来年楽しみだね。あと一つさ、コロナの状況、僕も今大学生で困ってるっていうか、蓋を開けてみたらっていうのはモチベーションが下がる選手出てくる可能性ある。そのどこを目標にしてるかで変わると思うんですけど、少なからずありますよね。やっぱりな。いや大学生見てるとさ、そう清水君から預かった子たちなんかさ、久しぶりに昨日か一昨日か見たらさ、もうみんな真っ白なのよ。色が。それこそ清水君や、まあ、僕ももともと熟郎だけどもさ、外に出てなんだかんだってやってたやつと、まあ、自粛だって言いながら家の中にこもってたやつと、はっきりしてて、それがモチベーションとイコールされたら困るなっていう印象を昨日か一昨日ちょっと集合したのね。まあ高校なんかどうなんかなって思って、ただ指導してても暗くなる時ありますよ。そうだよな。まあある意味さ、今回僕も子供たちに言ってるけれども、コロナはこの63歳になる親父でさえ経験したことがないようなオフ、オフは多少皆さんあるけれども、正月の三が日オフって、だけどオフの目的というか、オフが必然的にやってきたわけじゃないんです。はい。ここをどうやって、こう、モチベーション、それから、目標とか、いろんなことを考えながらどう過ごすかって全くわからなかったから、うん、尾崎のモチベーションも、ふえーっとなりそうだったしさ。ゴルフ行けなかったんですか？ゴルフ行けなかった、行けなかった。今はクラブハウスに入らずに行ってスーッと帰ってくるっていうのを先週ぐらいから、だから真面目に県もまたがなかったし、僕は3ヶ月食事も外で してない。やっと最近こそっと一人でラーメン屋に行くっていうのはあったけど、毎夜ラーメン久しぶりに食べるは本当宮崎明日清水君とちょっと喋るなって、ああ寿司食いてーと思ったもん。カツオですね。そうそう、だから、うん、絶対に行くんで、はい、宮崎。わかりました。はい、ということで今回の動画は、日南学院高校サッカー部の練習は何をしている、意識しているというところからいろんな話をして意識しとる話は最初の1分ぐらいだったんですけども、まあまあいつもそんな感じなんで、はい、ご無礼しました。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。またありがとうございました。